こんにちは。また枯れないかと心配してましたが、すくすく成長してくれました。しかし、食べられる花、バタフライピー、咲く気配が全くありません。栄養剤っぽいのがあったので買ってみました。これでなんとか咲いてくれー。栄養剤はなくなりました。そして念願の花ですが、まあ、見てもらうまでもなく、咲きませんでした。ここまで力強く育っただけに残念です。開花の時期は10月ぐらいまで、もうすぐ11月、絶望的でしょうか。初心者向きで簡単な花だと、紹介に載っていましたが、ここで一旦処分して、また来年種をまいて育て直すのが、普通のようですが、ここまで育つと愛着があるので、庭に植え替えようと思います。ツルもまだまだ元気みたいだし。さて、この花を使ってどんな料理をが作りたかったのかは、こちらです。失敗しにくいと噂のレアチーズケーキです。何回か作ったので、もうレシピなしで作れる気がするんで、山缶で作っていきます。パッケージの牛が可愛かったのが決めて、知らないメーカーのクリームチーズ。尺埋めで申し訳ありませんが、クリームチーズについて調べてみました。よく見る硬いチーズと違って、文字通りクリーミーなチーズ、非熟成の軟質チーズというものらしく、有名どころでいくと、モッツァレラ、マスカルポーネ、が、クリームチーズの仲間のようです。名前だけ見ても、お高いチーズといった印象を受けます。値段の張るものが美味しいから、さらに悔しい。少しダマが残っているので、ゼラチンを溶かし込む作業がてら、加熱しながら混ぜて、滑らかにしていきます。うん、いい感じ。きっと美味しいレアチーズケーキになる。今回はこだわりと丁寧さのこの、滑らかになったクリームチーズで、チーズ層の作成に入ります。こうやってさらに滑らかなチーズ層になるようにしていきます。茶こしじゃちょっと小さいかな。もういいや。直接入れよう、固まってしまえば同じだろうし。ダバーっと入れていきます。なんか、クッキーが浮いてきている気がするけど、まあ、気のせいかな。しばらく置いて空気や泡を取ったら、冷蔵庫で冷やし固めます。多分半日ぐらいかな。無事固まりました。やんちゃなビスケットも見える、アクティブなチーズケーキです。今入れたのは、すべて食べることのできる花です。正直、これだけ綺麗だとどんな料理に使っても、良さそうな気がします。自分ではセンスがゼロで、活用するのは難しいですが、気になる方はぜひ購入して綺麗な料理を、作ってほしいです。フラワーパスタとか美味しそうな気がします。本当はここで自分が育てた、食べられる花、バタフライピーを入れて、レアチーズケーキを作りたかったのですが、半年近くに及ぶ企画は失敗。来年に延期となってしまいました。最後のゼラチン層を作っていきます。実はこのゼラチン層、砂糖を入れ忘れて、これは本当に大失敗でした。チーズ層が結構滑らかにできただけに、本当に残念。娘にチーズケーキばかり作ると、愚痴られましたが、これは仕方ないです。自分がチーズケーキ大好きなんで、学生の頃はなけなしのお小遣いで、チーズケーキをホールで買って食べてました。今はね、ちょっと無理です。食べることはできても、老いたこの体では、どうしてもカロリーを消化できない。もしカロリー消化のために超長時間の、有酸素運動したら、体を痛めてしまう。皆さんチーズケーキのホールは、若いうちに食べましょう。思ったより綺麗な出来になりませんでしたが、クリーム層は滑らかでした。どちらかというと、ゼラチン層は問題外として、チーズ層の甘さ控えめが不良でした。個人的に好きでしたが、家族はもっと甘いケーキが好みのようです。今後は甘さ控えめは控えます。ここまでご視聴してもらい、感謝です。来年はきっと花を咲かせます。またねー。